こんにちは、こんばんは、TK です。今回ご紹介する本は、いつも自分のせいにする罪悪感がスーッと消えてなくなる本という本です。本書は、無意識のうちに抱えてしまっている罪悪感を手放し、幸せな人生を引き寄せる方法を教えてくれます。著者の根本博之さんの職業はカウンセラーになります。根本さんはカウンセラーとして働く中で、人が苦しむ根本は罪悪感にあることに気がつきました。ただ罪悪感には、自覚できている罪悪感と自覚できていない罪悪感があります。例えばダイエット中にケーキを食べたら罪悪感が襲ってきますよね。これは自覚できている罪悪感です。自覚できている罪悪感は原因が明確なので、まだ対処は簡単です。厄介なのは自覚できていない罪悪感になります。自覚できていないわけですから、対処法もわからないまま、あなたは苦しむことになってしまうのです。本書で解説しているのは、そんな厄介な自覚できていない罪悪感を手放す方法です。自覚できていない罪悪感を手放すことで、自分は幸せになってはいけないような気がする、愛する人との距離が近づくと怖くなり逃げたくなる、自分は迷惑な存在なんじゃないかと思う、助けを求めるのが苦手、うまくいきそうになると潰してしまいたくなる、以上のような悩みを解消することができます。逆にいつまでも自覚できていない罪悪感を抱えていると、人は無意識のうちに不幸な道を選択してしまうのです。罪悪感の有無は、あなたの人生のベクトルを大きく左右します。ぜひ今回の動画で罪悪感を手放すコツを掴んでください。今回の動画では、1、罪悪感は愛の裏返し、2、なぜ人は罪悪感に悩むのか、3、罪悪感を手放す方法5選、以上3つのテーマを解説します。ぜひお楽しみください。はい、1つ目のテーマが、罪悪感は愛の裏返しです。罪悪感というワードを見ると、大半の方はネガティブな印象を抱くと思います。しかし根本さんは、罪悪感を全てなくすことは提案していません。なぜなら、罪悪感は愛の裏返しだからです。大きな罪悪感があるということは、その裏には大きな愛があります。だから罪悪感を全てなくす必要はないのです。罪悪感を消しつつも、その裏にある愛に目を向けることを根本さんは主張しています。ただ罪悪感は愛の裏返しという言葉に疑問がある方もいらっしゃると思いますので、具体的なエピソードを交えて説明します。根本さんのクライアントに、とても人当たりがいい人がいました。その人は気難しい上司からも可愛がられ、誰も彼のことを悪く言う人はいませんでした。しかし彼はギャンブル依存症に悩んでいたのです。給料日にお金を使い込んでしまうこともあり、ひどい時には奥さんの財布からお金を取ってまでギャンブルをしました。彼はそんな自分に罪悪感を抱いていたということです。彼はギャンブル依存症になった結果として罪悪感に悩まされたわけですが、実は裏に愛があることに気がついたでしょうか。彼がギャンブル依存症になった原因は、職場で気を使いすぎたことによるストレスです。ただ見方を変えれば、自分を犠牲にしてでも周りに気を使える人と評価できますよね。もちろん周りのために自分を犠牲にしてはいけません。自分を犠牲にする人は結果的に周りも不幸にしてしまいますからね。しかし彼に愛があったのは間違いありません。愛がない人間が周りのためにストレスを抱えるなんてできませんからね。話が長くなってきたのでまとめます。以上のお話で、罪悪感の裏には愛が存在するということをイメージしてもらえたと思います。だから罪悪感も扱い方によっては、ポジティブな心を取り戻すきっかけになるのです。この感覚は本書の核になりますので、ぜひ覚えておいてください。はい、2つ目のテーマが、なぜ人は罪悪感に悩むのかです。罪悪感が生まれるきっかけは様々あり、本書でもいろんなパターンが紹介されています。今回はそのきっかけの中でも、特に多くの方に共通すると思われるものをご紹介します。それは観念を持っているからです。ここで言う観念とは、自分の中にあるルールを意味しています。例えば、時間は守るべきだ、お客様には笑顔で対応すべきだ、子供には優しく接するべきだ、といったことが観念になります。どれも相手視点で考えられている愛のある観念です。しかしこの観念が罪悪感を生むきっかけにもなってしまいます。先ほどの例で言うと、時間は守るべきだと考えている場合、時間を守れなかった時に罪悪感が襲ってきます。しかし人間誰でも時間を守れないことくらいありますし、事故などの外的要因のせいで時間を守れないことだってあります。しかし時間は守るべきだという観念を持っていると、どんな理由であれ罪悪感に襲われるのです。例えば電車が遅延したから仕事に遅れたのに、すいませんでしたという気持ちになったことありませんか。マナーとして謝罪の一言を言うのは OK ですが、心の底から懺悔する必要はないと思います。
要するにここで言いたいのは観念を減らしていきましょうということです。もちろん観念を守ることにはメリットもありますが、その観念が罪悪感を生み出し苦しんでいる人がたくさんいます。したがって罪悪感に苦しむ人は観念を減らしていくという意識が必要になります。そもそも完璧な人間などいないのですから、観念なんて厳守しなくて OK です。観念がありすぎて苦しんでいるのなら、意識的に適当な人間になるくらいでちょうどいいと思います。はい、ここまで罪悪感の裏には愛があること、観念が罪悪感を生むこと、以上2つのテーマを解説しました。特に罪悪感の裏には愛があるというお話を踏まえた上で次のテーマを聞いていただくとより理解が深まりますので、ぜひ覚えておいてください。ではここから罪悪感を手放す行動を5つご紹介します。 1. 自分軸で生きる。 2. 無罪を宣告する。 3. 心を浄化する。 4. 誰のために頑張ったかを思い出す。 5. 感謝の手紙を書く。それぞれ解説します。1つ目の方法が自分軸で生きるです。自分軸で生きるとは、目の前で起きた問題を主体的に受け止めることを意味しています。要するに問題が起きた原因は自分にあると考えるのです。しかし今の言葉を素直に受け取ると、原因が自分にあるって考えたら罪悪感が増しちゃうじゃんと思いますよね。誤解のないように言っておきますが、自分軸で生きるのと自分のせいだと自分を責めるのは全く違います。自分軸で生きるという言葉の中には自分を責める意味合いは含まれていません。例えば電車が遅延して仕事に遅れてしまったら、次は車で行こう、もっと余裕を持って電車に乗ろうと冷静に対策を練ればいいのです。このように自分軸で生きることで罪悪感に襲われる息苦しさから解放されます。何かトラブルがあったら、ただただ冷静に反省して次に生かしましょう。はい、2つ目の方法が無罪を宣告するです。先ほどの自分軸で生きるという方法を知った後でも、やはり自分を責めてしまうのが人間だと思います。僕だって今偉そうに説明していますが、罪悪感を完全に操ることなどできません。そこで有効になる方法が無罪宣告なんですよ。具体的に何をするのかというと、以下の文章を自分に言い聞かせます。私は私を許します。私は無罪です。私の罪は全て許されました。私は牢屋の扉を開け放ち、自由に飛び回ることができます。私は私を愛します。私はもう無罪です。はい、いかがでしょうか。ややスピリチュアルな雰囲気があり、読むのに抵抗を感じたと思います。しかしこの文章を読むことの有効性には科学的な根拠があります。人は同じ言葉を何度も見たり言ったりすることで、その言葉が潜在意識に刷り込まれていくんですよ。これをアファーメーションと言います。したがって先ほどの文章を繰り返し読むことによって自分自身を許せるようになります。しかし罪悪感が強い人は文章を読むと言葉に詰まってしまうそうです。その場合は棒読みでも構いません。無理のない範囲で定期的に無罪を宣告していきましょう。はい、3つ目の方法が心を浄化するです。冒頭でもお伝えしたように、本書で扱っているのは自覚できていない罪悪感になります。この感覚は罪悪感に根付いてしまっていますので、その潜在意識を浄化するというかなり感覚的な作業も有効です。今からご紹介する作業は一見有効性が伝わりにくいですが、実際に効果はあります。では以下の手順を目をつぶって想像してください。頭の上に優しい柔らかい光が降り注いでいます。その光を全身で浴びます。その光はとても心地よいです。その心地よい光がスーッと体の中に染み込んできます。息を吸うとさらにあなたの体に光が染み込みます。だんだんとあなたの体の中が光で満たされます。その光はあなたの汚れをそっと吸い取り、吐く息と一緒に出ていきます。さらに別の光が心の汚れをそっと包み込み、足の裏から大地に流れていきます。はい、いかがでしょうか。これはいわゆる瞑想をさらにレベルの高い次元に引き上げた作業になります。スピリチュアルな文章になりましたが、効果は絶大です。一連の流れを寝る前に10回繰り返してみてください。きっと心が浄化される感覚を味わえるはずです。はい、4つ目の方法が、誰のために頑張ったかを思い出すです。この方法は、毎日頑張っているのに結果が出ないと罪悪感に襲われている人に有効になります。あなたに質問です。あなたは誰のために頑張ってきましたか？親を喜ばせるため、仲間を喜ばせるため、恋人を喜ばせるため、いろんな人のために頑張ってきましたよね。
この質問の意図は、愛を注いできた人を思い出すことにあります。相手を喜ばせたいという愛が強ければ強いほど、失敗した時に大きな罪悪感に襲われるものです。例えば就活で失敗してしまった時、応援してくれた親に対して大きな罪悪感が生まれますよね。しかし改めて考えてみると、それは愛が大きいことの証明なのです。親に対する愛がなければ、就活失敗してごめんと悩むこともないでしょう。したがって罪悪感に襲われた時は、誰のために頑張ったかということを思い出してください。この問いは自分が誰を愛してきたのかを明確にしてくれます。そして愛の存在にちゃんと気がついた時、あなたは自分に誇りを持てるようになるのです。なぜなら、自分を責めてしまうほどの愛を持てるなんてすごくかっこいいからです。誰のために頑張ったか、この問いをぜひ胸に刻んでおいてください。はい、5つ目の方法が感謝の手紙を書くです。根本さん曰く、感謝は罪悪感を癒すのに最も効果があるそうです。感謝を意識することで、その裏にある愛を感じられます。そしてその愛が罪悪感を癒してくれるのです。ではここで感謝の手紙が夫婦関係を復活させた事例をご紹介します。ある男性は仕事をとても頑張っていました。しかし仕事のストレスを家族にぶつけてしまい、ある時奥さんから離婚を言い渡されます。そこで根本さんはその男性に感謝の手紙を書くという宿題を与えました。この手紙は誰宛でもいいですし、本人に見せる必要もありません。男性は半信半疑の状態でしたが、感謝の手紙を書くことをひたすらに続けます。すると明らかにいい変化が起きたそうです。体が軽くなり、笑顔が増え、明らかに人とのコミュニケーションが良好になりました。そしてある日、男性は奥さん宛に書いた手紙の中から1通を厳選し、奥さんに渡します。奥さんはありがとうと一言だけ言い、その日は寝室に行ってしまいました。次の日、男性は奥さんから1通の手紙を渡されました。その手紙を見ると、全部許してあげる、あなたの奥さんでよかったと書かれていたのです。思わず感動した男性は、その日会社を遅刻するくらい号泣したそうです。はい、いかがでしょうか。このように感謝の手紙を書くことで、びっくりするくらい人生がうまくいきます。感謝の根底は愛であり、その愛が罪悪感など消し去ってくれるのです。この感覚はやった人だけが味わえます。罪悪感のせいで本当に辛い思いをしているのなら、ぜひ感謝の手紙を書いてみてください。はい、これでいつも自分のせいにする罪悪感がスーッと消えてなくなる本の解説は以上になります。ややスピリチュアルな表現もありましたので、抵抗を感じた人もいるでしょう。しかし世の中には絶大な効果があるのに、科学的根拠がうまく説明できないことがたくさんあります。それをすべてスピリチュアルっぽくてうさんくさいと跳ねのけるのはもったいないです。今回ご紹介した内容を試すことにリスクはありません。ぜひ無理のない範囲で実践してほしいと思います。なお、今回ご紹介した内容は本書のごく一部分に過ぎません。もっと罪悪感について学び、人生を好転させたい方は、ぜひ本書を手に取って読んでみてください。はい、では以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、今回の本とは全く関係ないんですけれども、素晴らしいチャンネルがあるのでご紹介します。今流れているのが、新たがこれからどうなるのか見守るチャンネルっていうチャンネルで、まあ、目の前に今流れている動画、女性がですね、新たさんです。ただただ自分の日常をダラダラ喋ってるだけなんですけれども、喋りが自然でですね、すごく癒されます。ぜひ見てほしいと思います。リンクは概要に貼っておきます。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。